うしたんだ、ちん。まだ夜中だぞ。ん、ちん、どこへ行くんだ。まさかもう起きるのか。気をつけるんだぞ。あのさ、寝てるところを襲うなんて大胆すぎじゃない？つーか、あんた誰？あ、もしかして兄貴の誰かが連れ込んだ女？一般人がどうやって侵入したのかわかんないけど、こんなことしてタダで済むと思ってるの？先月？ああ、なんだ。この前、京兄が言ってた美和の再婚相手の子か。あんたがね。あんた、それなりに可愛いけど、なんだか頭悪そうだね。あれ？否定はしないんだ。頭悪そうじゃなくて、マジでただのバカでしょ。それと、男が寝てるところに迂闊に近づくなんて、ちょっと不用心すぎじゃない？頭悪くても一応女なんでしょ、あんた。自分家だから安心。家の中にも危ないのはうようよいるでしょ。わけわかんないクソ坊主とか、チャラいだけの声優とかさ。それにあんた、随分と兄貴たちにチヤホヤされてるらしいじゃん。ふーん、そう。ま、僕はあんたみたいな頭悪そうな女、頼まれたってごめんだけどね。ああ、ごめんね。本当のことだから気にしちゃった。はいはい、頭の悪いお姉さん。またね。あれ、あんた、何やってんの？それなのに何もしないで帰っちゃったんだ。バカ確定だね。あ、そうだ。あんたにお願いしたいことがあるんだけど。飲み物、僕にも用意してよ。あんたに起こされたせいで目が冴えちゃったから。はあ、5日ぶりに家へ帰ってきたと思ったら安眠の邪魔はされるし、襲われそうになるし。
でもこのことを堅物で融通の効かない京人あたりに言ったらどういう顔するかなあんたここから追い出されたりしてね。黙っててあげるから飲み物よろしくね。僕あったかいミルクティーがいいな。